つめちゃくちゃハードコアサーファーでめちゃくちゃ。そう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 板動くから。そういう動き板動かす。怖い。動い板動いてないけどその前でちゃんと撮ってんだ。あとはこうだ。こうじゃん。これも結構やばいね。なるほど。安定性が失敗だったら三振に広げれば全然問題ないから。そうなんだけど。でもそれ分かりやすいですね。これ、それだけでいいですね。そうするとゆっくりした動きができなくなっちゃう。技によるとカットワークが難しくなっちゃったりとか、カットワークレールを入れてゆっくり回さなきゃいけないんで、下半身本当にしっかりしてないと重心力もうまく支えられないじゃないですか。体だけで動くとすると体だけいっちゃうんで、パタッと倒しちゃうんですよ。そしたらそのうち自分のポジションが分かるんで持ってて、で、あ、スピード出るじゃんみたいな、でアップスも覚えてきて、すぐスケボーの練習したりとか。はい。失速してっちゃうよ。車来た、車。もっと上げた方がバランスが取りやすいんですよ。前にかかってるから、そのこれぐらい、これぐらい、それで、こっちをこう、こうやって落としてポンと、そうそう、おあいい、きれいきれい、なるべくこう少しリラックスして、きれいきれい、それで大きく、で、こう吐くような感じ、こう吐くような感じなんだ、こういうような感じ、パーンと後ろに、で、これも少し利用して、グッと体をこう、グッと伸ばす、あ、そうなんだ、吐くような感じ、そう、気にしなくていい、そうそうそう、大丈夫。あとはポイントを一回持ってもらうから。
ありがとうございます。東が来た。空に行ってもあれかも。そんな吹かないよ。